じゃあ、こんにちは。さあ、森内。さあ、豊さん。ちょっと構えてみ。構えて、はい。ちょっと振ってみ。おお、いいスイングじゃない。あ、いいスイングですか。あ、嬉しい。じゃあ、これでやっていけばいいんですね、私は。はい、ある人が来ました。はい。森内、振ってみ。おう。もうちょっと上からこう振れないか。上から叩きつけるよ。おお、それでいい。お、いいですか。はい、もう一人来ました。はい。ね。はい。お、森内、振ってみ。はい、叩きつけるよ。いやいや、それではダメだよ。ちょっと下からこうちょっと煽るようにって。パスイングですか？もうそれでやれよ。みんな違うこと言うじゃないですか。っていうのがキャンプで行われると困るというかね。いや、そうです。まあちょっとそういうお話を今日はちょっとしたいと思うんだけども、はい、球団によってルーキーは触るなとか、はい、触っていい球団もあるし、うん、まあここら辺も球界ではまちまちでチームの特色としてまあいろいろあるよね、はい、DeNA に戻った時に俺が、うんうん、ルーキーは触るなっていう話をしたことがあると思うんだけども、はい、やっぱ触れないんだよね、うん、これなぜかというと、はい、もうそれでプロに入ってきたんだから、それでとりあえずずっとやらせろって、はい、でダメだったら1年後ぐらいに言えばいい、うん、1年間、まあ1年間というか、まあよっぽど打てなかったらそれには該当しないけど、はい、例えば、はい、監督って絶対的なものなんだよ、はい、口出してしまうと、うん、それが全てになってしまう、うん、その選手の、はい、コーチの威厳はなくなるわけ、うんうん、例えば監督が右って言いました、はい、でもコーチは真ん中からやや左と思ってるのに、うん、監督が右って言ったら選手はもう右しか行かないんだよ。そういうもんなんだよ。それはやっぱりその監督に使ってもらわないとっていう、そう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 、まあ、コーチの言うこと聞いてみる。だからまあ抽象主義してはわからないと思うけど、はい、結論は監督が口を出したらそれが全てになるから口出すなって。お、要はそういうことなんですね。そう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 、まあ日本ハムは今年選手にはもう全然教えなくていいと、うん、まあ、あのルーキーの選手にはとか言ってたよね、はいはい、まあそういうものが主流になってきてる中でね、うん、はい、中畑監督とやった時に、はい、うん、中畑監督は口を出したら終わりだっていうのをよく理解されてたんだよ。だからコーチに言ってたんだよ、言っていいかって。あ、そうなんですか。それは監督が聞いてくれたんだよ。へー。だからすごいやりやすかったんだけど、うん、でも監督が言うっていうことはもう絶対になっちゃうから、はい、ね、でも絶対にならないかったことがあるんだよ。何ですか。まあ、例えば右のコーチ、バッティングコーチがね、はい、ある選手に、はい、足上げてもいいから打てと。DeNA の時ですね。タイミングが取りにくいんだったら、こうやって足上げてもいいから打てと、はい、でも中畑監督は、うん、すり足が好きなんだよ。あ、そうなんですか。そうそう、真逆ですよね、まあ、だからどっちを聞いていいか分からなくなっちゃって、足が中途半端しか上がらなくなっちゃってそれでタイミングが取れなくなっちゃった時があった。それ大変な問題になっちゃいますもんね。いや、だから、まあ、俺は中畑監督がすり足にするっていうのはすごく分かるわけ、はい、うん、それは無駄な動きがない方が打ちやすいもんね、はい、だからその方がいいよ、うん、でもずっとそのコーチは DeNA に前からいたコーチだから、はい、ずっとその子を見てたわけよ。あ、だからおかしいことになっちゃう時があるわけ。それ結局どうなりました、その中畑監督とそのコーチっていうのは途中からあれ足戻してる、あれ足上げてるとか。あ、だからもう中途半端になっちゃったよね。まあでも最終的にはすり足になった、うん、あ、そっちになったんですか。これはなぜかというとやっぱ監督が言ってる、はい、まあ そ, うですね、でそれが正解だったんだけどさ。あ、まあ、それは良かったですけど、それは良かったんだけど、中畑監督の言ってることが正しかったんだけどね、はい、まあ、正しい正しくないっていうか、それで結果が出たからね、はい、だから良かったんだけども、あんまり教えすぎるっていうのも、うん、まあ、良くなくて、はい、まあ、昔優秀なコーチってさ、はい、一つのネジを締めるだけで、その選手の一箇所を締めるだけで全てが治るという、うん、そういう教え方をするんだよ、はい、小谷さんっていうさ、まあ、ピッチングコーチが、まあ、ジャイアンツ行ったり DeNA 戻ってきたりだとか、まあ、はたまたヤクルト行ったりだとか、小谷さんというピッチングコーチがいるんだけど、そのコーチはほとんど何も言わない、じーっと見てんだよ、はい、でその選手が迷ってるなと思った時にここっていうそのネジを締めに行くんだよ。でそれがピタッと、それが全てを直すという。だから人間って
やっぱ体がこうもうつながってるわけじゃない、だから連動してるわけじゃない、一つを治すと全てが治ってしまう、うん、コーチは言わなきゃいけない、喋らなきゃいけないじゃないと仕事をしてないっていう感覚にとらわれるわけよ、はい、球団のフロントとかも何にも言わなくてずっと立ってるだけじゃ、あいつは何にもやってないっていう見方をするわけよ、まあ、いわゆる仕事してないっていう、そう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 、だからそれが勘違いで、黙ってるコーチほど優秀なコーチはいない。あ、そうなんですね。俺の見立てではね、うん、ルーキーコーチ、はい、ね、現役から離れてひとたびこうグラウンドに立った、うん、よしというやる気は分かる、はい、でもそれを早く黙ってるコーチが一番のコーチだっていう、うん、その一つのネジを見つけられるコーチが一番いいコーチだっていうことをやっぱ分かっておいてほしいな。あ、そうですよね。やりたいことは山ほどあって、うん、教えたいことは山ほどあるのは分かるけど、全部はね吸収できない。そうですよね、うん、で自分の例えばその打撃のフォームだったり構えとかがその選手にも当てはまって良くなるかって言ったら、逆に言うとそうではないケースだってある、ケースだってある、ありますもんね、うん、だからね、うん、じーっと見てられるコーチっていうのはやっぱ忍耐強いし、うん、よく見てる。小谷さんに言われたことは、はい、調子が悪い時に痛かって、うん、お前いい時ってインパクトした時に握る感覚なかったかって、うん、で思い出したら、あ、確かに当たる時にそう握る感覚あったなって、うん、それないだろって言われたら、はい、はいって言ったら、それはね最初から力んでるからだって。へー、それで目が覚めたことがある。あ、そうか、最初から力むとインパクトの時に緩むんだ、逆に。だから最初から緩くもう卵を持つぐらいの感覚でバットを握ってると、インパクトの時にスムーズにバットは出ていくし、インパクトの時に負け前として握るんだって、うん、それを教えてくれる。すごいですね。だからワンポイントなんだ。それで全てが解決した。だってフォームだって何も変えてないんですね。いや、なんでかな、なんでかなって悩んでたんだけど、はい、だからその一発で治ったことは、いやいや、それはそういうコーチと出会えたら、いや、だからそれがコーチングなんだよ。あ、何でも、あとは毎日日々ね、森内、あ、おはようって、おはようございます、お、なんかちょっとなんか挨拶が曇ってんなみたいな。ああ、そういうことでいいんだよ。いや、実は何かあったかみたいな。実はいや何もないですって。あ、何もなかったらよかったわって、あ、今日も元気出してごらん。いや、どれだけ見てくれてるかってことですよね。そうなんだよ、些細なことを。そうなんだよ、どこまで感じ取ってくれてるかっていうことなんだよ。で、もう本当細かいことまであれもこれも言うんじゃなくて、ここだっていう時にちょこっともうピンポイント的確なことを言うだけでいいっていう。そうそうそう、ベテラン監督の原監督はよっぽどじゃないと言わないから。そうなんですね。だって自分で T 上げ出したら、はい、もうよっぽどの時だから、その選手が。でも上げる時は必ずバッティングコーチを横に置いてやってる。何を監督が言ってるか、うん、それを聞かしてる。これは自分が正しいとかじゃなくて、こういうことを教えたよということを一緒に感じ取っといてねっていうのが。あ、じゃないと選手とコーチでまたおかしなことになっちゃうんですかね。そうそう、話した時におかしなギャップが生まれたりとかしちゃいかんから、はい、原監督が触る時ってもうよっぽどの時で、はい、でもその時は必ずコーチを横に置いてる。で、辻監督もよっぽどじゃないと口出さない。ですね、うん、やっぱり優秀な監督とかコーチとかは一歩引いて黙って見てる。だからその今行われているキャンプでもやっぱりじーっと腕組みしながら、こう監督っていうのを口出さず、こう周り全体を見て、あとはそのコーチがそれぞれ伝達するっていうことになってる。で、できてないと思ったらコーチミーティングで監督がコーチに伝える。うん、もっとああいう言い方とかこういう言い方できないかとか、はい、それを見とくのが監督であり、うん、ね、それができるようになるのがコーチである、うん、それもコーチは監督にそう言われた時に、いや実はこうこうこうで、ね、黙ってるんですと、うん、いうことが、黙ってる理由もはっきり言えるようにならないとね。そうですね、うん、だから監督がすごく有名な方、バッティングコーチもすごく有名で優秀な方とかが 2,3 名来られたら、それぞれ言ってることが全部変わっちゃったら、
選手もやっぱり本当わけわかんなくなっちゃいますもんね。だからね、自己評価がみんな高いでしょ、自分の、はい、ね、監督コーチも含めてね、はい、そういうのってやっぱ俺が教えてやるとか、はい、そういうことなんだ、うん、そうじゃない、うん、ね、一緒に上手くなろうじゃないと、うん、やっぱね選手には伝わらない。そうですね、うん、そこら辺は間違えないで、うん、コーチングとか指導してほしいなっていうふうに思うよね。そうですね、はい、はい。